にちは、アミチクラボのユミです。先日蒲田の湯沢屋さんに行ってきました。蒲田の湯沢屋さんは、私が知る限りでは今まで行った中で一番大きな手芸屋さんです。で、特に毛糸売り場がサンプルっていうんですかね、編んだものがたくさん並んでいて、それがね、大きい手芸店何店か行ったことあるんですけど、その中でも、ダントツで、展示された作品が多くて、見応えがある売り場なので、もしお近くに行く機会があったら、ぜひぜひ行ってみてほしいなと思う素敵な場所です。それで、買ってきたものを、大して面白くないんですが、紹介したいと思います。はい。全部プリンセスアニーです。赤と黒と白。で、まるで湯沢屋さんの袋のような色合いになってしまったんですけど、この日は、40% オフのハガキを持って行ったんですね。で、その湯沢屋さんの会員の方だったらわかると思うんですけど、よくハガキが来ます。で、そのハガキの、割引のクーポンみたいなのが毎回ついてるんですけど、なんか最近多いのが、お好きな一品に限り 40% オフっていうクーポンが多いんですよね。で、お好きな一品っていうのは、この1個ではなくって、同じ糸ならば色違いでも OK なんです。確かオパールの靴下用の毛糸も、色違いだったら OK だったんですよね。ちょっと同じシリーズじゃないとダメかどうかまでは確認してないんですけど、使い方によってはものすごいお得なクーポンなので、どうやって使おうかすごく考えた結果、同じ種類の糸を大量に買うっていうのが、まあ、一番お得、割引の額が大きくなるなということで、今回はパピーさんのプリンセスアニーをひたすら買ってくるという使い方をしてみました。で、最初24玉買おうとしたんですよ。あ、違うな。22玉買おうとしたんです。そしたら、14玉までしか割引になりませんって言われて、元の値段が1万円までしか割引の対象にならないそうなんですね。なので、即座に、じゃあ14に減らしますっていうことで、この個数になりました。実はグレーも10玉すでにあるので、これを使って何か、編み込みの、なんていうんですか、ロピーセーターっていうのかな。ヨークのところに模様の入ったようなセーターが編めたらいいなと思って買ってきました。で、プリンセスアニーの素晴らしいところは、なんといっても、ウール 100% なんだけど、防縮加工がされているので、お洗濯が比較的しやすい。で、太さは、21から22目の28から29段、6号程度の針で編む糸です。で、これぐらいの太さだと、まあ、編み込みをしてもそんなに重くならないし、分厚くなりすぎないので、使いやすいんじゃないかなと思っています。で、同じパピーさんのクイーンアニーという糸も大好きなんですけど、クイーンアニーに比べると、ちょっとよりが、柔らかいというか甘い感じがしますね。これがクイーンアニーです。クイーンアニーの方がね、よりがしっかりしているような感じ、ちょっともちっとしているような感じがするのと、あとちょっと太いです。まあ、ほとんど変わらないっちゃ変わらないですけど、ちょびっとだけ太い感じ。ですね。で、クイーンアニーの方は、ウール 100% だけど、防縮加工はされてないっていうことなので、まあ、頻繁にお洗濯するものだったら、プリンセスアニーの方が向いているのかなっていう感じですかね。まあ、でもどちらも、
すっごく編みやすくって、なんかね、編んだものがね、目がすごい綺麗に揃っているような、すごい自分が上手くなったような勘違いをする素敵な糸です。あと、パピーさんのブリティッシュエロイカっていう。この糸も、すごく好きで、今までも結構いろんなものを編んだんですけど、それは、三國麻里子さんの、なんだっけな、本。編み物ワードローブかなの、中に紹介されていた、タイトル忘れちゃったけど、ベストです。まだボタンがね、いいのが見つかってなくて、つけてなくて、未完成なんだけど、一応編み上がってはいます。で、これはブリティッシュエロイカで編んだんだけど、ブリティッシュエロイカは、こういう、なんか、縄編みとかをすると、本当にすっごく綺麗に模様が出て、ちょっとこれグレーだから分かりづらいですけど、なんか本当にね、上達した気持ちになる勘違いをさせてくれる素晴らしい糸です。でね、ブリティッシュエロイカの方が、このプリンセスアニーとかクイーンアニーに比べると、だいぶ太くて、これは、いわゆる極太糸ですね。こんな感じ。全然ゲージが違うんですよね。まず50グラムで83メートルしかないから、こっち97メートルで、プリンセスアニーは112メートル。なので、こんな感じで順々に太くなっていく感じです。で、手触りもブリティッシュエロイカはちょっとこう、なんて言ったらいいのかな。カサッとした感じ。こっちは割ともっちりしっとりした感じなんですけど、実際売り場で触ってみるとだいぶ違うなっていうのがわかると思います。でもこういう感じの糸で編むこのザクッとした感じのニットってすごい素敵なので、ウェアを編むときにはこれもとってもおすすめです。そんな感じで、糸を買ってきたのと、あとなんとなくこれも買いました。これはね、靴下用の5本針、13センチっていうすごい短いのですね。近畿編み針さんので、1号、13センチ、5本針。なんか、激安5本針セットを買ってみたら、意外と、この単針、編みやすいんじゃないかなっていう気がしたので、検証してみたくって買ってきました。すっごいちっちゃいんですよね。なんかイニワ針の時も思ったんですけど、ほんとちっちゃくって、なくしそうなぐらい。こんなんです。私手ちっちゃいんですけど、それでも、これぐらいで持てる。なので、今度これでちょっと試しに編んでみたいなと思ってます。どうなんだろうね。慣れないから、もしかしたら、すぐにわーってなってもう使わなくなっちゃうかもしれないけど、その時はその時でまた報告します。はい。というわけで、ゆざわやの 40% オフクーポンを、最大限に活用するお買い物でした。全部で、本当だったら、そうか、14玉で1万円ぐらいするんですよね。だけどそれが6000円ぐらいになったので、まあ、4000円ぐらいお得に買えたということになります。まあ、自分へのクリスマスプレゼントのつもりで、ドーンと買ってみました。頑張って家族のセーターを編みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。